ピョンちゃん見てます？話変わりますけど。何ピョンちゃん？ピョンちゃんオリンピック。あ、ピョンちゃんめっちゃ見てる。今朝見ました？ん？今朝。今朝見てへん。今朝ちょっと外出てて見れへんかった。あのスキークロス女子の決勝、うん、実況解説のところで、それはようわからんやん。うん、でもなんかその実況解説って文字が出てる時に、うん、まあ、NHK のアナウンサーさんと解説の方で三浦豪太さんっていう方の名前出てて、うん、で、あ、この二人で師範ねやって思ってる時にその二人が喋ってる声が聞こえてきて、うん、今日は、解説の三浦さんに、全ての選手、今から出てくる決勝の運順名いらっしゃいますけど、うん、全ての選手にあだ名つけていただいてますんでっていう、うん、なかなかの無茶ぶりや。無茶ぶりやし、うん、はいっていうのよ、その三浦豪太さんが、うん、つけたなつけてたら事前に、メジャーな競技じゃないので、うん、皆さん知らない選手とかもいらっしゃると思うので、皆さんにお伝え、より分かりやすくお伝えすべくつけてまいりました。これ考えてますね。すっげえ昨日の晩大変やったよな、うん、だって誰が決勝残るか分からんねんから。とりあえずだから予選のやつも全員つけてるやつ、全員つけてたのか、それともピックアップした人間、上がってきた人間、決勝行くだけの人間をつけたのか、うん、分かんないけど、ええー、と思って、うん、で、どのタイミングで言うんだろうって、うん、最初は3人ぐらいやったんか、あーなんか飛び込む感じで、飛び込む、はい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 、一気に上がった勢いでさーって言う、はいはい、で、その時に、うん、実況の人が、うん、イタリアの何々選手っていう、ね、うん、そしてその三浦さんが、レーザービームですねとか、うん、ドイツの何々選手、うん、クイーンですねみたいな、うん、こうつけてきたやつ言うていくね、うん、な、うん、スピードスターですねみたいな、うん、で、あれ大変やったよな。レーザービームとスピードスターってもうレーザービームの方が絶対速そうやけど、 でもね、それぐらいの感じやね、大体 それぐらいの感じで言うていきはんね、うん、で、途中さ、うん、七転び八起きですねって言うね。いや、あかんやん、あかんやん、転んだあかんやん、転んだあかんやん、うん、な、うん、起きても何回転ぼうが、うん、1回であかんねんから、転んだら、うん、7回も転んだあかんし、7回も転んだら8回起きようがな。で、またずっと聞いてたら次なんか言えへんかな思ったら、うん、リーダーの卵ですねって言う。リーダーじゃなくて次世代のリーダーでええやろ。そうやな、ま、そうやね、うん、そうねリーダーの卵ですねどっかの国のな、ドイツの次世代のリーダーですね。もうそれ言われたらもうレース入ってけへんね、おもろいの言われたら。で、一番ひどかったのはな、うん、右ですねって言う。右っつって、さすがに実況の人も、うん、右ですかって言うわ。で、三浦さんが右ですスタートって言って言っちゃうから実況せなかい。うん、それ理由はないねん。理由はないねん。ないやねん。ないねん、うん、教えてくれへんねん。うん、で、まあ、バーって言って、うん、もう家で笑ってて俺一人で、うん、で、梅原っていう日本人の人が出てんの、うん、女性な。うん、梅原はオールフォーワンですなんかええのつけてもうてん。うん、なんかええな、うん、梅原はでも梅原でよくない、日本人。まあ、そうそう、なんか日本的なやつでもいいよ、いいしけど、なんかね、大和なでしこでも何でもいいけどさ、うん、まあオールフォーワンですねみたいな感じで言うね、うん、で、一人ドイツの人やったから、うん、梅原のチームメイトですっていう、それあだ名なのそれみたいな。で、そこで梅原使ってええんかそこで梅原言うみたいな、使ってあかんやん梅原は。それでも、ね、気になって見るんちゃう。気になって見たな、だって結果、うん、